前回のあらすじ。少年はその日、旅に出た。そこで彼は、世間の厳しさを知った。ゆっくりの彼には、すべてが命取りであった。しかし彼は、諦めなかった。そこには、彼が冒険を続ける、ある理由があった。人はなぜ、死を、恐れるのか。それは、人生で最も美しい、冒険だから。さっきからこのトゲトゲが私の命を、奪っていく。この前思ったんですけど、なんでこの人はこんなにも命を懸けて、冒険をしているのでしょうか。そしてまた初見殺し。あれ？あんまりよく死んでしまうので、私は、この男に、デスオ、と、名付けました。デスオは、愛する犬のポチを助けるため旅に出ました。それも、ラブ、これも、ラブ、そして、動物たちの魂からラブです。そんなことを言ってる間に、一方、デスオは、ミラクルを起こしていた。そしてまた、サボテンというトラウマが増えた。難なく障害物をこなしていくデスオ、まるで、花火のようだ。こんなに難しいゲームをしたのは、星を見る人以来だ。ダメかー。やったー、あ。ここまで来れば大丈夫、え？
トゲが、落ちてくるのはまだ許すけど、下から飛ぶのは、おかしいとは思わない？ついに、犬のポチを、見つけた。ポチはすでに、コインにされていた。さてさて、どうしたものか。で？じゃあ、どうやったら進めるの？だんだん麻痺して、鬼畜には思わなくなってきたが、やっぱり難しい。やったー。これで前に。わけがなかった。またここからやり直し。やったー。あれ？え？何が起こったの？
こんな目に遭うなら、家で、ポテロング食べてればよかった。の力がまた彼を救った。で？コインにされた犬のポチの恨みを晴らすべく、デスオア敵の本拠地にたどり着く。その初見殺しの数々に、ついにデスオア、何も、信じなくなった。次回、I want my visa フンガムへをゆっくり実況、信じる心、ゆっくりお楽しみに。